ご視聴ありがとうございます。アグニドケンです。はい、はい、ということで始めていきます。今回の動画はですね、こちらのキャリーワゴンをちょっと購入したので開封していきます。はい、アウトドアワゴン。中身はこんな感じになっちゃいました。タイヤすっごいでかいよ。本当だ。え、見てこれ、タイヤ。タイヤの大きさ。これか、これか。ティナの顔より大きいんじゃない？ちょっとティナ来て、ほら。本当だ。チュラの顔よりも大きい。顔より大きいな。すげえな。パパの顔と同じぐらい。一緒ね。あ、パパの方がでかいじゃん。で、なんかね、これね、こう折りたたんだまま、ここを持って、ここを持ってね、あの移動することもできるみたいですね、こうやって。うん。え、じゃあこれ開いてみて。じゃあ開いてみましょうか。うん。じゃあ早速、開いてみます。あ、押すだけ。あ、簡単だね。あ、なんかゴムもついてましたね。かわいい。でね、これに敷き鉄板があって、鉄板じゃない、敷き板、敷き板を、説明書も入ってますね、ちゃんと説明書もちゃんと入っておりました。はい、で、敷き板をね、ちょっとこの右にちゃんと走ってね、敷き板をこんな感じで乗っけて、もう完成ですね。じゃあ、取ってよ。お、いいね。で、ここなんかね、こう動くんだって、うん、だから持ち運び楽々、こう回転がスムーズ、あ、めっちゃスムーズ回転が。いきますね。タイヤがでかい、小回り効く、ほら。本当だ。あ、バスが動いて、その狭いところで小回りが効きますね。150キロ耐えられるみたいなので、うん、ちょっとチュラとティーダゆっくり乗ってごらん。え、感じでね、ほら、見て見て、あっち見て、こんな感じでね、乗って、で、これパパがね引っ張るって、引っ張ると。あぁ、こんな感じでね、乗ってます。組み立ても超簡単ですね。で、これでね、サイズが、あ、ここまでしかサイズできないんだ。とりあえずこんだけ伸びればいいですね。こう押してもいい、引いてもいける。タイヤでかいんでね、タイヤでかいんで、どこでもいける、アクロでも OK。 あ、もう一回乗りたい。乗れました。ティナどうだ。撤収していきます。はい、撤収したね。敷いた、ここに。あ、そこね。さあ、入れると撤収完了です。はい、知ってた。うん、そうなんだ。で、これで持って帰る。バイバーイ。うん、はい、じゃあ帰ってください。はい。はい、帰ってください。はい、帰りました。はい、いかがだったでしょうか。ということで、今回の動画はアウトドアワゴンを購入して組み立てて撤収してみましたっていう動画でした。で、こちらのね、商品のリンク下の方に貼ってありますので、もしよろしければ見に行ってみてください。ということで、今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。せーの、バイ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 、グッバイ。